空気入れの先に丸風船の口を奥まで入れます。口をしっかり押さえながら丸風船に空気を入れて膨らませます。空気入れを外し丸風船の口をくくります。膨らませた丸風船と膨らませていない丸風船をそれぞれ左右の手で同じ高さに持ちます。膨らませた丸風船と膨らませていない丸風船を同時に落とし落ちる様子を観察します。